どうも、水溜りボンドです。お願いします。お願いします。頑張って聞きましょう。ということで。お前、誰チョコ食うからじゃん。なあ。はい、トミーです。カンタです。お願いします。道場破りに来た人じゃない。ずっと気になってた商品がありまして、それがね、届きました。はい、こちらね、海外で発売されてて、それをわざと取り寄せて、1万いくらするやつなんですよ。おお、なかなか行きますね。歩いててさ、盗撮されることあるでしょ。まあ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 ありますね。で、なんか、海外の、その、セレブたちがそれ対策のために使ってる iPhone ケースがあるらしい。おー、それを持ってるだけで写真に写らなくなって。おー、すげえじゃん。こちら、なんか本当にすごいらしいわけよ。はい、こちらですね。なんか、まあフラッシュ限定らしいんだけど、夜にその、例えばアメリカとかだったら、なんかそのホームパーティーとかで、誰どこどこのスクールパーティーに上がれないって言ったらしいみたいになっちゃうから、出てきた時こうやってやったら、それがだからフラッシュ。あんまりシステム分かってないんだけど、どんな感じなんだろうね。ちょっととりあえずやってみる。いきますよ。はい。おっ、出てる。おお、すげえわ。こんな感じ。こいつが全部吸収するってこと。すごい。いや、マジすごいな。部屋も明るいんですよ。で、トミー、忘れたかもしれない、覚えてるか、生配信で、はい、服を、生配信で服着た、たくさん着て、うん、歩こうみたいな企画あったじゃん。もうやりました。やってないです、あれ。やりました。あれやってない、シャツ何枚も着て。やだ、今日はやらない。原宿行かないといけないんですよ。今日はやらない、今日はやらない。だから、それを持ってけば、お前、恥ずかしい姿、ネットに出ないですよ。やだー、もうねー。原宿。あ、やったー。すごい、焼き物。あー、カンです。あ、カンなんですね。ありがとうございます。メジャーリーガーやんなくていいんじゃないですか。背中、ちょっとナンバーですか。で、番号かけ、はい。え、てかね、これちょっと裏話っていいですか。これ、僕が小学校6年生の時に将来大リーガーになりたかった時に考えた、はい、親みたいに書いて。あと、今のページが最後のページです。なったな。じゃあみんなで行くか。うん。じゃあ僕も僕で。ちょっとあれ、名前さ、中国のマフィアじゃん。弱い。これ裏ないの。怖くない。大島かぶりさんあんの。いや、お前。やばいな。はい。無視されてるの。ちょっと一つだけ原宿来て、水溜りボンドが人気なさすぎる。で、怖いんだよ。いや、こんなにライディングスタイルで来てるの。ライディングスタイルで行けば帽子かぶって、有名人なんじゃないかみたいなね。はい、かわいそう。俺取ってこようかな。誰も撮らないぞ、俺の写真は。撮れない。相方が来て撮ってミスってるし。寂しい。寂しい。ということでね、何の件でしょうか、忘れましたけど。もう場所、こういうのを、だからその、持って歩いてたら、ギャーってなって撮る人が検証するべき。ツイッターも多分誰もツイートしてないし。ちょっと今面白いツイートありまして、検索しちゃうんですよ。検索したら、うん、水溜りボンドのトミーの実物、想像よりはるかにでかかった。
の中がやりたいです。これは分かりました。そうですね、塩酸って書いてありますね。なんでこれをそのカンタの前でこれにじゃあ塩酸足す。なんか外見で売ってないから別にいいけどさそれ T シャツ20何枚いった時だよあ、でも使える時もあるし、なんかしないけどライトとかの関係あったら厳しいっていう、はい、奇跡的なことも起きたんで、はい、はい、ということで、はい、二択のミスタマヨでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございます。下から撮るとよりすごいな。ノーノーノープライベート。うぜえうぜえ。